ウッドフォード郡はアメリカ合衆国ケンタッキー州の中央部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は24,939人であり、2000年の23,208人から7.5%増加した。郡庁所在地はバーセールズ市人口8,568人であり、同郡で人口最大の都市でもある。郡名は アメリカ独立戦争中にバレー法事でジョージ・ワシントンと共にあったウィリアム・ウッドフォード将軍にちなんで名付けられた。ウッドフォード軍は歴シントン・ファイエット大都市圏に属している。軍内にはケンタッキー・バーボン・ウィスキーのウッドフォード・リザーブを製造するウッドフォード・リザーブ蒸留所がある。1812年に設立され、ケンタッキー州では最古のバーボン・ウィスキー蒸留所である。 ウッドフォード軍は1788年にファイエット軍の一部が分離して設立された。軍名はバージニア州出身のアメリカ独立戦争時の将軍であり、1780年に戦争捕虜となっている時に死亡したウィリアム・ウッドフォード将軍にちなんで名付けられた。1792年に州省格を果たしたケンタッキー州を形成した旧軍のうち最後の軍である。 1792年には軍域からスコット軍が設立された。1794年にもフランクリン軍が分離した。ウッドフォード軍にあるバックリー野生生物保護区アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は191.98平方マイルであり、このうち陸地190.68平方マイル。 水域は1.30平方マイルで、水域率は0.68%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。都市長群内には以下の学校、カレッジがある。2007年5月、エリザベス2世がウッドフォード群のレンズエンド農場に滞在した。ルイビル市ではケンタッキーダービーを観戦した。ありがとうございます。